山梨県笛吹市の観光農園では桃狩りが最盛期を迎えています。今年は雹による被害や日照不足の影響で不作でしたが、梅雨明け後の暑さで甘みは増しているということです。訪れた家族らはもぎたてを早速頬張ってみずみずしい桃を味わっていました。この桃狩りは今月いっぱい楽しめるということです。